はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。3月10日木曜日でございますね。11時45分になりました。今日の日経平均はですね、前場950円高で終わりましたね。すごいなすごい。ドル円 116.076 で、これは動いてないですね。はい。原油先物 108.12、なんで原油下がってるのかようわからん、ね、なんか あれがあったんでしょうかね。なんか材料が出たのかなという気がしますけども、これですね、ドイツ、ロイターですね、情報ボックス。ドイツはロシア産、天然ガスの供給停止に耐えられるかということでございまして、バイデンさんがね、ここのとこ盛んにね、ロシア産のエネルギーを輸入禁止にするんやと、これは欧米協調してやるやないかということをですね、盛んに言うてるんですけど、こんなことできるんかなと、私は不思議にずっと思ってるんですよね。アメリカはできますよ、そら。で、大体ほとんど買ってないでしょ、ロシアから。ほんで別にその自分のところでもね、いざとなったらですね、シェールオイルとか取り出せるわけであって、そんなですね、その、あれですよ、困るということはないんですけど、ドイツが一番困るんですよ、実は。ドイツはパイプラインでガス来てますから、それでこの、あれをやってるわけですよ、各家庭の暖房を。だから、金融って言うとはええけども、別にあるいはロシアが送ったらへんとかいうのもできるんですけど、まあロシア言わないと思いますけどね。だって今高いし売れるし、お金ないし、みたいな。で、いろんなね、制裁あるけど、ドイツはね、パイプラインで送ってくるエネルギーのお金を、なんていう、払うルートだけちゃんと確保してあるんですよ。だから、ずるいんですよ、なんか、ドイツはね。そのドイツが耐えられるかというところを、これ書いてあるんですけど、ちょっと読みますが、ベルリン8日、ロイターですね、ロシアはウクライナ危機を背景に、パイプノールドストリーム1を通じたドイツへの天然ガス供給を停止する可能性をちらつかせている。いやね、せえへんや、そんなもん。背に腹は変えられへんでも、今年1、2月に欧州に供給されたロシア産天然ガスの 60% はこのルートを通じたのだ。これ確かね、ウクライナ通ってドイツに入ってるの、ポーランドとか通ってるんじゃない？あ、言っちゃうか。いや、ポーランドも通ってると思いますけどね。欧州の天然ガス価格は急騰。実際にロシアが完全に供給を止めた場合、欧州一の経済大国ドイツは持ちこたえられるのかという疑問が浮上しているというふうに、書いてあるの。やっぱりそれ誰しもがそう思うんですよ。それは当然でしょう。で、続けましょうね。この冬を乗り切れる天然ガスがあるかというタイトルですね。込み出し。あるドイツの、ある、あれ？これなんか日本語は変なんですよ。ある、浮上している、ある、ガスがあるかって言ったらあるんですね。ドイツの天然ガス貯蔵システム運営業協会 INES によると、貯蔵施設の充填率は先月時点で 35% 弱と、2月としては過去最低だった。しかしこの冬の発電と家庭の暖房を賄うには十分な量だ。ドイツは4150万世帯の半分が暖房を天然ガスに頼っている。日本みたいに個別にこうつけないでセントラルヒーティングみたいになってますよね、集合住宅は大体。だからガス来ないと大変なものがあるんですよ。供給が止まると冬はどうなるかっていうですね。ロシア産天然ガスの供給が止まった場合、最も厳しい影響が出るのは来冬だろうと。来冬っていうんですか、これ。読み方よくわからない。来冬だろうと。供給がストップし、夏の終わりまでに貯蔵施設が充填されないとすると、ドイツは暖房用、そして場合によっては発電用の天然ガス供給も割り当て制とせざるを得なくなるかもしれない。ドイツ政府は3段階の非常時計画にのっとり、家庭と病院など重要機関への供給を優先することになるだろう。欧州連合、EU 全体もこうした方式を採用しそうだった。
これね、でもね、今年の冬の、この冬の分、つまり春先、春の向こうぐらいまで大丈夫でしょ。うん、そしたら、そんな間に、ウクライナ戦争終わるって、そんな終わらなあかんって、そんな、もう今月中に終わらそうなって話ですよ。まあ、でないと、毎日毎日人死んではるやん。そんなあかんわ。だから、なんとかプーチンをプチンってしたら終わるんやん。あ、要するに誰かしてえなっていう、そういう感じですよね。生産活動に天然ガスを必要とする製造業者の一部は生産中止を迫られるかもしれない。エネルギー価格が急騰し、経済全体にも悪影響が及ぶだろう。欧州の家計と企業はすでにエネルギーの供給逼迫に加え、その他の財サービス価格の上昇に苦しんでいると。ちょっと飛ばしましょうね。同国は2年以内に初の液化天然ガス LNG 輸入ターミナルを稼働させたい動向。日本なんかはパイプラインでガス来ませんからね、全部あの船に積んで、圧縮して船に積んでですね、持ってきて、それを、に港にくっつけてですね、ガチャンってこうパイプつないでシューッとこう移してるわけですね。それをドイツも作るやないかという話になって、作ったらええやんって話ですね。政府はまた石炭火力発電所の稼働年限を延長することで、電力供給が不足した場合に再稼働できるようにしたい考え。ドイツってね、緑の党とかね、その他いろんなって、ね、左翼のね、日本で言うたら立憲民主党みたいな、あれのもっとひどいような政党がいっぱいあるんですよ。でも綺麗事ばっかし言うてる政党が。で、そういう政党がね、政権に入るんでね、原子力発電所は全部やめやとかって言って、今3基だけ稼働させてるらしいですね。6基稼働させてるのを3基に絞って、であと3基稼働させたらいいやんと思うんですけど、その3基もあと1年か2年で終わるって予定やったらしいですね。でも、やっぱり延長かなとか言うてるらしいんですよ。で、発電もね、ガスで発電した方が石炭燃やすよりも CO2 の排出が少ないんですね。だからなるべくね、ガスで発電しようぜっていうふうになってるんですよ、ドイツはね。それを言って別に石炭でもええやんっていう、またその緑の党とか言い出してるわけですよ。お前らなって、大体どこでも左派ってそういうもんですよね。綺麗事でいいかこいし、いいかこ言うといて、赤いだったらいや、やっぱり適当にとかって、なんかこう前言を翻してまたね、言い訳をいっぱい言い作ろうって、もうそういう連中はもう世界共通ですよ、ほんまに。はい、さっきも言いますね。ドイツでは昨年電源の 27% が石炭、 15% が天然ガスだった。ただ経済環境関連の省庁は同国に残っている原子力発電所の稼働延長案は却下した。へえ。アナリストによると、原発の稼働延長も天然ガス依存を減らすのに役立つ可能性がある。まあでもこれは変わるかもしれませんね。背に腹は変えられませんから。綺麗事ばかし言うててもね、電気生まれませんからね。まあ、もうあれやん、原発稼働させたらええねんと。そんなね、綺麗事で CO2 出さへんねんとか言ってる境にね、ロシアに首根っこ押さえられるわけですよ。だからね、ロシア締め上げるのはね、一番効くのはね、このエネルギーなんですよ。エネルギー凍たらへんって言えればですね、それが一番困るわけであって、それで一気にロシアは干上がるんですよ。だからバイデンがしきりにそれを言うわけですね。エネルギー凍たらへん、凍たらへんって、凍たらかんって、みんなそうしいとかって。で、日本は今同調してませんね、それに。なぜかというと、日本もサハリン2というのがありましてですね、カラフトの上の方にの海底油田なんですけども、そこから出るガスと、あれを、石油を買ってるわけですね。で、全体の 3% とかそれくらいらしいですけども、3% とか 5% とか。それでもね、代わり探そうと思ったら、いや、めんどくさいなということになりますね。なんで、日本は同調してませんけども、まあどうでしょうね、岸田さん、あの人本当にね、なんと言いますか、外交音痴、経済音痴ってよう分かったわ、ほんまに。ようやってきたよ、今までな、ほんまにも。自民党内の調整だけは抜群に上手という。もうそんなん困るで、ほんまにも、と思うんですけど、公明党の調整は下手という。あかんやん、それ。まあ、それはええんですけど、このドイツがね、このバイデンさんのロシアからこうガス凍たらへん、エネルギー凍たらへんというのに同情するとね、これは一気にロシア苦しくなるんですよ。だからドイツ次第というところがあるわけですね。で、フランスはね、原発大国なんで、ガン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 原発で電気作ってるわけ、ドイツに売るぐらい作ってるわけですよ。
だから困らないわけですね。でイギリスはね、自分のところで北海道でもあるでしょ。で、あれです、イギリスっていうのはいろんなところにですね、網張ってますから、なんて言いますか、いざという時のためのですね、だからそういうのを使えばそんなに困らないわけですね。要はドイツなんです。ドイツがわしも参加するって言うたら、もうこのあれですね、ロシアへの制裁をガーンと聞くわけですね。今のショルツさんという方はですね、なんかふやふやしてる感じがしたんですけど、当初は。でも割合なんというか、ガツッと決めるとこは決めるでという感じが少し見えてきて、やや頼もしいかなと。前のメルケルさんってロシアべったりやったの。ロシアべったり中国べったり、うん、でアメリカの言うことはなるべくかわしてとかやったはったんですけど、まあショルツさんの方が、まあ、若干頼もしいかなという感じはしますね。このあれです、ロイターのページ貼っておきますんで、今だいぶ飛ばしましたけども、全部確認されたい方は行ってみてください。はい、どうもありがとうございます。